これからバファローズの攻撃に入ります。今日当たっている北川、はい、さあ試合再開です。第1球を投げました。打ちました。右中間へ持っていった。ヒットになります。バッターランナー1塁切って2塁も狙う。セーフ、際どいタイミングです。ここでバッターは磯部、今日はまだヒットがありません。投げました。空振り、ワンナシュー、投げた、打った、切れました。ファウル、投げた、外れた、ボール、投げた、あっとすっぽ抜けた、投げた、カーブ打ちました。取った、一塁送球、一塁アウト、ワンアウトです。この場面でチャンスに強い阿部、ここまでヒットがありません。スプリットワンバウンド、わずかに外れたボール、足が上がって投げた、あっとスプリットすっぽ抜けた。さあ3球目、直球打った、高木見事な守備を見せました。セーフ、二塁はセーフ。ここでチャンスには滅法期待 NG。 今日はヒットが1本。さあプレー再開、投げました、インハイ、スプリット決まってストライク、投げました、速球ボール、外角へ、インサイド、判定はボール、ワンツー、二塁ランナーをちらっと見た、投げました、打った、ライトの前、取りました。結局二塁残塁です。8回表が終了して5対2、バファローズこの回無得点です。ライオンズこの回1番からの好打線、先頭バッターは DH 柴田。さあプレー再開です。外野は前進守備、スライダーストライク、投げました、変化球ストライク、アウトローへ、ボールカウントツーマッシュ、三振、柴田三球三振に倒れました。これでワンアウト、ランナーはありません。今日ヒットを放っている赤田、アウトロー速球ストライク、投げた、フォークボール決まってツーマッシュ、投球3球目、打った、飛びついた、破った、センター前ヒット、センター追っていく、打ったバッター2塁へ向かった、岩隈センターへのツーベースヒットを打たれました。外野は長打を警戒します。痛烈、横飛び、あとまた抜かれた、センター前に転がる、岩隈センターへ運ばれました、セーフ。ライオンズ点差を2点に縮めました。フェルナンデスセンター前へのタイムリー、ここでタイムを取りました。さあここは代走を起用してくるようです。尾崎一塁に入りました。ピッチャー交代です。岩隈降板、吉田マウンドに上がりました。投げた、1球目スライダー空振り、ワンナッシュ、これもしかし空振り、追い込んで投げた、空振り三振、バッターアウト、まだかすりもしませんでした。ランナー1人置いて迎えるバッターは貝塚、速球外れました。さあ2球目、バットのやや先端、セカンドへの消費球掴みました。3アウトです。8回の裏が終わって5対3、ライオンズあと2点を追いかけます。ここでタイムがかかります。さあここは守備を変えてくるようです。プレーが再開されました。投げました、変化球ストライク、低め、投げました、カーブ打った、グラブ弾いた、ピッチャーボールを取る、アウト、先頭バッター大村倒れました。これでワンアウト、ランナーはありません。今日2本のヒットを放っている大西、投げました、カーブはボール、まずは外角、第2球を投げました、流し打ち、取ってこれで2アウト。水口、右バッターボックスに入りました。これが5打席目になります。さあ1球目、スプリット決まった、ストライク、ワンナッシュから投げました、これはボール、際どいところ、第3球を投げました、スプリットはボール、水口よく選んでいます。バッティングカウントから第4球を投げた、アウトコース速球ボール、第5球を投げた、打ちました、掴んだ、1塁送る、アウト、3アウトになりました。最後は内野ゴロに打ち取られました。9回の表が終わって5対3、バファローズ0点です。これからライオンズの攻撃に入ります。バッターは途中から入っている平尾、今日初めてのバッターボックス、ファーストへ、アウト、これでワンアウト。
先ほどツーランホームランを放っている中島。ここは外野陣が深めの守備位置に変わっています。投げた速球ボールインコースへノーツーアウトコースわずかに外れてボール投げました。アウトロー変化球ストライク。ここは1球見ました。真ん中低め変化球ストライク。打った痛烈な当たりアウト。勝利まであと1人。右バッターボックスは8番細川。スタンドからは必死の声援が続いています。ファーストへアウト試合終了。